7月14日日曜日11時過ぎです。今日の昼はそうめん、ベーコンエピ、ボイルキャベツとグリーンアスパラのサラダ、ファミキチ一番搾り、そうめんの薬味です。7月14日日曜日午後7時10分過ぎです。今日の夕食は焼き鳥、冷ややっこ、きゅうりとかぶの酢の物、コムタン風スープ、プレーンヨーグルトにブルーベリージャムがけ、エビスビールです。7月15日月曜日朝6時過ぎです。今日の朝食は納豆、生卵、ボイルキャベツの梅醤油和え、きゅうりとかぶの酢の物、豆腐とわかめと長ネギの味噌汁、ごま昆布、塩辛、ご飯です。7月16日火曜日朝6時過ぎです。今日の朝食は納豆、ナスの甜麺醤炒め、ボイルキャベツの梅醤油和え、大根と油揚げの味噌汁、ごま昆布、塩辛、ご飯です。7月16日火曜日10時10分過ぎです。今日の昼はカップ焼きそば、プレーンヨーグルトにブルーベリージャムがけ、 6P チーズ、ナスの甜麺醤炒め、カットトマトです。まだ少ししか読んでません。7月16日火曜日午後6時40分過ぎです。今日の夕食はカツオのたたき、ナスの甜麺醤炒め、ボイルキャベツの梅醤油和え、一番搾りです。6月17日水曜日朝6時過ぎです。今日の朝食は納豆、生卵、塩辛、ごま昆布、玉ねぎとレタスのサラダ、カットトマト、キウイ、とろろ昆布のすまし汁、ご飯です。